レディオフォーゲーマータップ括弧仮。こんばんは、岡本信子です。しこばんは、マフィアタリタです。はい、日本最大級の総合ゲーム情報サイト、フォーゲーマー .net がお届けする番組、レディオフォーゲーマータップ括弧仮なんですけども、今回ですね、僕の事情によって収録回となりまして、皆さん本当ご心配とご迷惑をおかけいたしまして申し訳ありません。事情はですね、もうホームページだったりブログでも発表されていると思うんですけども、以前、数年前から反婚化、生態が反婚化してきていると言われまして、これは反対の魂とか言って、いやそんな中二じゃないですブリーチみたいな、そんなことだったらソウルソサイティ行けんの俺の生態だけソウルソサイティにはいけないんですよ。めっちゃかっこいい響きや、そう、後手13体に入りたい、できればでも反婚化っていうのは、要は固くなってきていると。しかも喋んなければ回復するとも言われたんですよ、でまさかの4月中が僕ほとんど仕事しませんでそうね、そしたら、今右側は結構反抗感が治ってきていると、なことで、ちょっと左側だけなんですけど、ちょっ と感知するのをどうやって手術したら、やり方的にはですね、声帯がこうあるんですけど、左側の声帯の硬くなってる部分 0.5 ミリをビュッと、切るの、レーザーで声帯なくなっちゃうの、いや、表面だけですね、硬くなってるそのタコみたいになってる部分だけ、表面だけ、魚の面まで言ってないですけど、要はなんかその表面が硬質化してるんだ。そうですよ、ギターで言うと、しかも難しいのがですね、僕の声帯見ます、ちょっと、声帯見ますってどこ見せられるの、ちょっと編集できるから、ちょっと声帯を見せてくれんの、ちょっとあれなんですよ、ちょっとエロいっす、シコリンの内臓を見せてくれってよ、グラサンを外していただけるとより分かりやすいと思います、うわエロエロ、要はめっちゃ綺麗なんですよ、綺麗だね、すごいピンク色すごい綺麗なんですけど、裏側に硬質した何かがいるんですよね。そうなんだ、この裏にあるんだ、この裏、本来声帯ってここがなんかポリープになってるとボコってなったり、結節とか出てきたらボコってなるんですけど、全くない、超綺麗なんですけど、まさかの裏側にもともとブヨブヨしたところが硬くなってるんですよね。これ下の写真とかクソエロいよいや見ようによってはですね、ほとんど使い込んでないこれ言い方ですよ、見せていいやつなの、これは梶田さんならいいんじゃないですか、ね、人の生態見せるのになんで俺ベースで決めるんだ、梶田さんならいいと思うんですよね僕も人の生態よく見せてもらうことあるんですけど、なんか見ちゃいけないものを見た感はありますね。これもしもしモザイクで、モザイクです、モザイクです、ね、すっごい綺麗なピンク色、そうなんですよ、結構綺麗なんですよ、僕実は、なのでまた元気な声で再会できることを祈ってるよ、そうですね、ありがとうございます、はい、なんで皆さん本当ご心配とご迷惑をおかけいたしまして、それこそマフィーも本当いろいろご迷惑をおかけしまして、すいません、ありがとうございますはい、でここでちょっとお便りをご紹介したいなと思います。しこなお魚さん太郎さん、ありがとうございます。岡本さん、梶田さん、こんばんは、今夜もしこってるよ、先日久しぶりの出勤だったのでお弁当を作りました。時間もたっぷりあったし、テレワーク中に料理を極めていたので、かなり見た目もバランスもいい、お弁当ができて大満足でした。職場の人も同じ人が何人かいて、学生時代のようにお弁当を見せ合ってキャッキャしました。お二人はお弁当の思い出何かありますかと。お弁当はね、はい、俺は学生の頃からドカ弁だったんだけど、ドカ弁すごい、こんなタワー状になってる太い水筒みたいな弁当箱を使ってるやつも昔なかった、漫画とかでは、不良漫画とかでは見たことあります、それ不良や、まずご飯の量がものすごい詰め込まれてて、そこからその上の段がおかずでみたいな感じの弁当箱を使ってたんだけれども、弁当ってさ、独特の匂いするじゃん、そうなんですよ、時間経った食事って、だからその独特の匂いが、特に夏場、そうそう、なんかこう嫌でもありつつ弁当の匂いとしてこう食欲を刺激するところもありつつっていう、すごく複雑な記憶に結びついてるのね。今買うともしかしたらノスタルジーさを感じるのかもしれない。ノスタルジックに感じるわけよ。
俺の場合はいつも梅干しが必ず入ってたんだけど、いいですね、日の丸弁当ですね。そういいですね。梅干しが大好物だったから。あ、そうなんですか。うん、しょっちゅう食ってたし、あとおかずにたこ焼きが入ってることが多かった。え、関西でしたっけ。違う、中国。え、たこ焼き、上海に住んでたんだけど、冷凍のたこ焼きなぜか売ってんのよ。へえ、意外、意外ですね。そう、でその冷凍食のたこ焼きを、当時うちは家政婦を雇ってるわけだ。で中国人だから、その日本の文化においてたこ焼きがどういうその位置のものなのか知らないわけよ。確かにそうですよね、分かんないですよね。普通におかずの一つとして換算してて、弁当にたこ焼き入ってる。じゃあ米と一緒にたこ焼き食うんですか。そうだから、まあ俺はその最初違和感覚えてなかったけど、ある時にクラスメイトに、お前弁当にたこ焼き入ってるのって言われて、え、これっておかしいの。関西の血を感じますね。でも今思うと餃子も僕、ご飯とめっちゃ相性いいなって思うんですけど、餃子だって炭水化物で包んでるわけなんで、そう考えたらたこ焼きも変わるんよね。別に考え方的に同じではってやっぱ思っちゃうんですよ、若干。餃子で飯食うのはセーフみたいなとこあるじゃん。あります。でもたこ焼きだとアウトって言われるのは納得いかない。確かに。お好み焼きどうですか、逆に。セーフ。俺はセーフ。っていうか俺は基本的にこれでご飯食べるのは NG だわっていう先民思想を持ってないから。ああ、先民思想誰も持ってない。それも誰も持ってないとは思うんですけど。なんだってご飯と食うから。クリームシチューはどうですか。当然だよ。むしろご飯ないとダメじゃない。クリームシチューか。クリームシチューご飯とパンだったらどっちがいい。いや、ご飯だよ。パンなんてそんな軟弱なものを食わん。食パンとかじゃなく。あんなふにゃふにゃしたもん食ってると弱いよ。あれおかしい、おかしい。それ、ね、それもなんか違う思想がもう芽生えてるんです。僕はウインナーがもう大好物でした。お弁当といえばウインナーでした。でなんならカニさんウインナーだったりタコさんウインナーにしてもらってるみたいな。めっちゃ親器用じゃん。そんなことしてくれたの。はい、やっぱなんかあれ子供ならではだなと思いますね。なんか幼稚園の時とかやっぱあれ嬉しかった気がするんですよ。ああいう風になってるのが彩りっつうか、ビジュアルが面白いってのにこだわりなくなったのはいつ頃かな。いつ頃なんでしょうね。確かにガキの頃は確かにそういうの喜んでたもんな。お子様ランチの旗とか大好きだったかもしれない。お子様ランチが食べられなくなった瞬間に、結構絶望してたんですよね。確か小6までとか中1までとかあって、で小学生までかな、お子様ランチ。それで、高学年になったら食べられなくなったんですけど、年齢いつ当てでも食べたいとか言ってましたね。マジでか。あの頃やっぱ、ね、エビフライハンバーグはやっぱまあ好きですからね。お子様ランチが食べられなくなってそんなにショックを受ける。ショックを受けてましたね、少年、岡本少年は。頃があったんだね、あの頃。さて、番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。僕たちのメッセージ、取り上げてほしいゲームなどどんな内容でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で4gamer@joqr.net、 4gamer@joqr.net、 数字の 4gamer@joqr.net です。はい、採用させていただいた方には1500円分の iTunes カード、また Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方はおところ、お名前、希望するプレゼントを必ず書いて送ってください。そして今回のプレイコーナーでは Steam、PlayStation 4、Nintendo Switch などで配信中のトリッキータワーズを大特集します。光り輝くローブと魔法の力でトリッキーなタワーを組み立てていく対戦型パズルゲームです。それではそろそろ行ってみましょう。レディオ方言マートアップ、過去から最後までよろしく。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたします。レディオ4ゲーマータップカッコカリ、プレイング4ゲーマー。さあ、ここから実際にプレイしながらゲームの魅力をお伝えする体感コーナー、プレイングフォーゲーマーです。今回取り上げるタイトルはこちら、トリッキータワーズ。さあ、今回ですね、 Steam、PlayStation 4、Nintendo Switch などで配信中のトリッキータワーズをこの方と一緒にプレイします。フォーゲーマーのレッチです。よろしくお願いします。いつものいつめですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。絵に変化があるからいいものの、確かにね、ちょっとね、スタジオが違うので、どんなゲームをやるんだい今回は。はい、トリッキータワーズとはですね、神話の世界でレンガを積み上げながら光り輝くローブと魔法の力でトリッキータワーを
組み立てていく対戦型パズルゲームで、うん、誰のタワーが最も安定していられるか魔法を駆使することでさらにうまく組み立てることができたり、うん、悪の魔法を受け流すこともできますと。まあ、要はなんかその動物タワーバトルテトリスをこう足して2で寄った感じのものなんですけど、まあやってみたらわかる感じですね、はい、じゃあやりましょう早速。でございます。まずパズルからいきゃいいのか。パズルからいきましょうか。これシングルにしましょうか。小型カップってところを上かな。そうですね、シングルマッチ。いきなり始まる。これ どうするこれは。これは要はですね、上から降ってくる、あのテトリスみたいに降ってくるんで、まあ、これを僕真ん中ですね。はい、どんどん積み上げていく。僕真ん中です。これあ、B だった。これは積み上げればいいだけですか。積み上げていきましょう。これいいのかな。そう、あ、やべ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 、まあ、みたいな感じで一番右の芯も落ちてるんですけど、こうかな。積み上げればいいだけなんですかこれって。これ一旦あのボーダーのところあるじゃないですか、あの、はい、線があるところ、あそこのボーダーまでにたくさんの、はい、こうパズルを組み立てた人が勝つ、うん、これ終わったんじゃない。そうですね、赤井さん終わりましたね。たくさん積み上げればいいんですね。とにかくなんで、まあ、時間をかけてなるべくいい感じにまとめていくのがいいのかな。いや、普通何も考えずに積んでたから数とか考えてなかった。ここかな。はい、ですね。こうかな。これ俺もう終わっちゃってるから動かせない。味噌盆みたいに邪魔したいんだけど。なんてこと。懐かしいですね、味噌盆っていう単語。これやばいな。あ、これやばい。こうかな。着々と真ん中すげえ積んでるのが腹立つな。僕結構やってますよねこれ。やってんなお前って感じになってますね。これ何この魔法。これくっつくやつかな、もしかして。くっつくやつだ。お、やった、幅広げれるわ。天才かな。これいらないな。はよ、終われ。これいらない。はい、終われ。どうせ俺の負けは決まってんだ。あ、うわ、危ねえ。うわ、これちょっと待って、これいらない。ここまでいけるっしょ。これ長い棒、長い棒、これ長い棒、うん、捨てていく。長い棒いらない。いや、すごい長い棒。これまだつかない。あー、ついちゃった。これ以上じゃない。俺は一番右。いや、はい、そうだ。やられた。まあ、みたいな感じですね。なるほどね、分かった。このゲーム理解した。これが、パズルですね。これちょっともう一回あれですね、小型カップっていうのにして、うん、これ1位の人が3点、うん、2位の人が2点、はあはあ、3位の人が1点なんですけど、で6点先に勝った人が勝ちですね。なるほど、決めようや。これで1位いくで。絶対負けませんよ。これも大体分かったんで。あれ、何だこれ。分かったから、ね、今日選べる。あ、これ真ん中だから、真ん中だから、どうしようかな。この魔法使いでいきます。このなんかよく分からんからのやつでしょ。見やすさ一番。じゃあなんかメカネッコみたいな。あれ、あ、これ多分ね、 B を押しちゃってる人がいるか。間違えた、これ。これじゃあメガネっ子みたいな、ここで眼力が強い子。 OK。 あ、下も選べたのか。しまった。まあいいか。いつ選んでも B で。B で選んですか、はい、これなんか差別化みたいな感じですよね、きっと。あ、そうですね。はい、よっしゃ、さあ来い。で、パズルのスーパーじゃなくて、ね、小型カップですね。いくぞ、カモン、カモン。これなん、さっき一緒ですか。さっきと一緒。うわ、真ん中空いてません。俺はなかなか、しかも結構低めだな、あのラインが。うわ、低すぎない。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ここに入れると、これね、これはもうすぐ終わるだろ。いや、わしは気づいたことが。なんすか。うわ、落ちてた。ちょっと待って、落ちた。こんなもんで。ちょっと待って。どうやって真ん中を。ちょっと待って。俺の完璧な作戦が今もう崩れ去ったわ。いや、やばいやばいやばい。いやいやいや、無理だってこれ。これ無理でしょこれ。何をどうすれば。あ、終わっちゃった。終わるわこんな。これ引っかかる？まあ、引っかかっていく。行く。でどうするんですか。これバーがどんどん下がってますよ、千代さん。大丈夫大丈夫。大丈夫なんですか、ちょっと。見とき、これもいらんわ。これね。これもうダメじゃないこれ。あれ、もうダメじゃないですか、もうこれ。積む余地なさすぎるわ。ほら。これシコリン越えじゃない。あれ、超えられた。うん。あれ、俺なんか落ちてね。なんか落ちてったっけ。あれ、結果これ、カジタさんが、カジタ説。いやー、積んでないよ。いや、負けた。いやー、やられた。こんな程度の量で勝っちゃった。負けたー。すぎんねん、あれ。雑魚。ほら、いや、やられたわ。点差だから。わー、これ同じですか、これも。一緒です、一緒。いやいや、どうすんのこれ。ちょっと待って、これはもうそこ勇気の捨て。A段ね、これも A段必要ですから。
はい、これでいやこれ捨てない。これは捨てよ。分かった。これは捨てよ。いかに引っ掛けるかっていう話なんだが。引っかからないよ。だからそこ何度も引っかからへんねそこ。いやこれきつい。いや終わったんだが俺。ちょっと待ってよこれ。まずい。しこり頑張ってこれ。カイさん抜かれるよ。あやべえこれ。何個です何個です。バランス感なんだよな。なんで真ん中のやつ消えたんだろう。消えるんですかこれ真ん中のやつ。届いたやつは消えるんじゃない。あ、線に触れたやつは消えるんですか。あ、これしこり勝ったかも。あ違う同点か。同点ですね。俺だけケツか。引き分け。これ全然ゼロって。いやきついきついきつい。ちょっと待ってこれ。あまずい。カイさんこれじゃなこれ。あれこれ終わり。俺の勝ちだよ俺。終わりじゃないですか。ウィナーじゃないですか。ちょっとこのゲーム完全に理解したっつったやばかっこいい。やばガチだよ俺のこのネクロマンサーのモーグルみたいな。いやでもほらパズルは、まあ、確かカイさん勝ちましたけど違うゲームもあるんですよね。これ違うモードありますか。やりましょう違うゲームも。次サバイバルでございます。はい、サバイバルはですね、サバイバルどんなんだったっけこれ。サバイバルってどうするんですか。一旦小型カップいきますよいきなり。はい、もう行っちゃいましょう。はい、生きる力。これな何なんですか。3回落ちたら負けです。あのブロックが3個外に落ちたら負けです。じゃあ落とさないようにするんですか。落とさないようにもひたすら。うわーちょっと待って待って、ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、やっちまった。落ちなきゃいいだけならもう楽勝だろう。これはただですね、そういうことですよね。ただですね、あの虹のボーダーのところに行くと魔法が得られるので、まあスピード感もあっても良きというこれもう積んでない真ん中の人積んでますね。もうこれどうしよう、助けて。やべ落ちた。これさ左あれ壁あんのないよね。どうよこれ、ギリギリのギリギリのこの感じ。え、はい、ちょ何それ。何の魔法。なやこれ。あ机の魔法。なやこれマジ。なんすかそれ。なんかねピロピロしてる。もうやだこれ、もう無理でしょ。あー落ちる落ちる。あなんか強制的に何か変えられた感。いやちょっと待って、これあーやっべ。ちょ待って残った。いやお相撲さんいるわ。残ったはぁ、ダメ。あちょ、ちょここで油断。いやこれは最初死んだ初手が、初手っすね問題は。僕のあれこれ俺の勝ちじゃないですか。はぁ、あ、はいまあ束の間の勝利を味わっといてくださいよ。次勝ったらもう終わりだからな。ちょっとミスったんでね。初手やばすぎるじゃん。潰しにかかるしかない。初手だな。初手問題は初手。潰せるの。まあこっからっすさ、こっからっす。クソブロック引いた。あそこ隙間だけな。あやばい。これがこうやって、えこれでこれミステイク感ある。これでこうすれば OK。 テトリスみたいにまっすぐにならないってことさえ分かってれば、こうバランス感覚をうまく利用してなんとかなるはず。なるはずっすよね。僕もそう思ってますよ本当。ほほいほい、どんどん鋭角になってる。これ引っかかる。引っかからない。くらえまた机の魔法。なんやんこれ。この机の魔法。くらえ意外と。違うそれ消えちゃまずいんだって。いやーんくらえじゃなくてくらっちゃったよ。やべー机が傾いてる。おっとこれは込めてくか。こうやってですよね。綺麗に積んでません。あ待ってこれ、あ、これちょむずい。これあ、これまずい。でもどこ行くのそれ。非常にまずい。ちょあーくらい止まったぜ。あれみんなどうしたんすか。あれどうもこうもねえよ。いや、ちょっとねまたやっちゃいました。ムカつくー。ほんとわしもあれ終わりやで。まだ勝負ついてないぞ。あ、確かに。あ、そっか、2ポイントでも。いや、これここから俺が怒涛の追い上げを見せるに。これこかな。真ん中でいいよ俺も。いやーこれちょっと、これ悪くない。いやーこれきつい。これね、あ悪くない。ここかな。こうするか。ほい、あ悪くない。あこれまずい、非常にまずい。こうだ。はい、あ落ちてった。いやーちょっと待ってこれは。よいしょ。いやーこれきつい。いやここか、ここか、ここでいいのか。本当にいい。これでやっべ。うわーやばい。くらえ。
なんだ、なんだ、なんだ、いや、早い、なんか重い、はい、早い、やめろ、早い、早い、ちょ何その固定されるやつ、いや、これ無理くない、無理くない、はこれ無理くない、ぐらついてる、ぐらついてる、無理くない、これ、あ、やばい、これ無理くない、あ、よっしゃよっしゃ、誰あのロックみたいなしてきたやつ、しこりんだろう、絶対来ました、あれえげつなすぎでしょ来ました、来ました、でもわしもこれ行きました、いや、これはあれだ、クソルールですわ、これあれ、これは、あ、次で分かるってことですか、これ、まだやるの、まだやるの、これ何、サドンデス的なあれってことですか、オッケーです、あれここか、ほい、これがソブロックの処理の仕方がわからん、こうで、これが、うわ、これ傾いてある、いや、これマジかよ、これ、これね、こ、ちょっと待ってよ、これ微妙にずれてんだよ、あ、いいよいいよ、いやこれきつい、あ、違った、これ方向が逆ですね、これやば、終わったわ、ちょっと待って、これやばい、これやばい、地獄のようなやるけどな、それこれ俺ブロックしたっすか、あー出た、出ました、それちょ待って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 くっそ、こうしてこういうことか、こっち側くっつくってことか、え、違うの、いや、ちょっと待って、これどうすんの、どうすんの、いまいちこの、はい、いや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 、これどうすんの、いやいやいや、これ、待って待って待って、これまずまずまず、いや、よきよ、よきよ、あー、ちょっと待って待って、あ、終わった、いや、なんか一度に落ちた分に関しては1回で換算されるみたいな、あ、そうなんすか、うん、いや、くらえー、なんすか、なんすか、これ、はい、え、どうなってんの、これ、あ、ちょっと待って、やばい、それやばい、それやばい、それまずみ、まずみだ、あ、これまずい、まずい、まずい、ちょ、待って待って待って、あーあーあー、よしこれよ、いや、まあまあいいんじゃないの、うん、まあまあまあいいんじゃない、たまにはこういうルールがあってもいいんじゃない、まあ確かに、これで今ゲーム的にあれ負けました、イエーイ、くそ負けた、これで最初のが梶田さん、次のは僕で、あれ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 れれれ、時を戻そうこれは脳幹、そうですね、これは脳幹にしましょう、もう一個あります、レース、レースはですね、まあ一番あ、小型できます、小型できます、一番上にですね、あのゴールがあるんで、そこまで早く積み上げとしたら勝ちです、あー、え、めっちゃむずそうっすね、余裕じゃん、あ、またもうこれでいいっすわ、で、レース、ね、で、はい、行きましょう、うわ、あの真ん中の出っ張りいらないどんどん積み上げればいいんだろう、出っ張りがいらないよ、これもう、これスピード勝負ですよ、よっしゃよっしゃ、あ、これどうしよう、いやー、ここでいいのかな、ここか、うーん、はい、うーん、あ、これ気持ちいいな、ここ気持ちいい、絶対余裕でしたよ、気持ちいいですね、ほら、あ、間違えた、ちょっとずれるじゃん、ちょっとずれた、ちょっとずれた、あ、ちゃ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 い、あー、ちょっと待って、これなんなの、え、なんすか、なんすか、わかんない、なんかビーム出た、謎の魔法、これは、これは捨てよ、これ捨てよ、崩れるよね、ちょ、邪魔しないで、邪魔しないで、やべやべやべ、ちょ、崩れすぎじゃない、それは、これどうしたらいい、てか、どうして使えなかった、あー、まあ、いすった、これはどうしようかな、ちょっと待って、いや、これちょっと待って、よいしょ、よし、これ捨てで、これで引っ掛けられるか、あ、引っかかった、で、ここに、よいしょ、置いて、これ置いて、これ何、なんだなんだ、うわ、あー、邪魔い、邪魔い、邪魔い、風船、風船、ちょっと待って、もう俺無理なんだが、これ結構積むの厳しくなってきた、上に行くほど、うわー、これきつ、うわー、ダメだ、ふい、あー、俺のタワーが、その風船なんなん、いや、ゆっくりだね、君、ほんで、いや、これどうする、こういうのかな、あ、こんなん積み上がるはずもなく、
積み上がるはずもなくあちゃ落ちてた。あーもう終わりや。それ何この船、これめっちゃ強いやん。なんだ飛び島って、なんすかそれ。ちょっとわかんないけどなんかめっちゃ強そう。はやば、いやーって斜めってんじゃん俺も。なんか生えた、なんか生えてきた。ちょっと待って、なんかめっちゃ落ち、あもう、あ俺これいきなりの、俺諦めるわこれ。いきなりのもう諦めっすわこんなん。もう俺っち落ちろ、こんなん無理っすわ。あークソタマが、あ何そのでかいの、そうでかでかすぎ、なんだこれ。あーやめてー、なんだこれ、まあ、なんだこれ、くらえ。もう僕はもう諦めてるんで皆さん。うわなんだこれ、これちゃ、あダメか。僕は諦めてるんで、やめて、諦めてますわもう。俺のタワーが、ちょ風船はもうええねんこれ。誰か俺っちのタワーを崩せちょっと待って、僕はもう諦めてるんで、とにかく邪魔するだけ、とにかく邪魔しろ邪魔しろ。しゃーきたー。いやー、まあ、この勝負はちょっともうこれはでかかった。チコリンタワーのこれひどいな途中から崩れ去っていきましたからね。いや浮島マジ強え、鬼の強さだったあれ。いや強すぎるわあれ、なんやねんあれちょっといや運ゲーだなこれ、運ゲー。このバランス難しいわあれこれは、あれなんかこれまずい気がするぞ、もうすでに横に、あちょっと待って、スライドできないのこれ。ちょっと待って、触れたらもう終わりっすよね。そうなんだよこれ、なんかテトリスと違ってはめ込む技が使えないんだ。うん、そう、Tスピンとか使えない。そのついた瞬間にシュシュシュってなんか間に入れる。そうあれ Tスピンって言うんですか。らしいっすよ。え、おいおいおい、でかっ、でかくするな。これいいんじゃない、これ最強じゃないこれ。逆になんか手助けした感じがする。あらら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 、でもここで調子に乗ると、はい、あー無理だった。ちゃんとねしっかりこう積み上げていくのが、はい、大事なわけですよ。ちゃうとなー、これも、はい、これ、うわ落ちてった、うわひどい、ひどいわそれ何そのシャベル、くらい、またか。いやその技ただ手助けするだけなんだよな。これ何このふい、いやすごい、もう分かんないのが来ちゃった。一旦こうしよう、そうだね、一旦意味はちょっと一旦こうしてあ俺の積み上げてきたタワーが、あーちょっと待って待って、どうなってんの、どうなってんの、よいしょ、あー来たねこれ、やべ、いやーこっち待ってよ、無理だよこんなん、うおちょっと崩れ去っていく、うわーちょっと待って、一旦安排ねこれね、これで一旦、ああちょっとよかった、よくなった。いやこれいっちゃうよ俺、やばいよ、二人とも大丈夫、クソブラー、あもうそれはもうどうでもいいよ、この風船ちゃんはほんと風船とか弱魔法っすよ、激弱魔法風船はマジもう景色、これいけんちゃうか、くそこうなったら落としまくって奇跡的なバランスになることを祈る。これ何、何これ、わかんない、え、わかんないやつ使った、え、何だったんですか今の、ちょっとわかんない、あ勝手に回転する、見てこれ一本で支えてるこのバランス落ちた落ちますよねそれ。いやちょっとね君たちは美学の追求が足りない、うるさいわいやほんとちょっと待って、ほんとね積み上げればいいってもんじゃないんですよ。もうね。俺っちのタワー崩せ。この感じ。いやー待ってよちょっと。はい。いやー負けた。勝てない。美しさなんですよねやっぱね。美しさ。美しくねえよ。一番上だお前。やったぜ。いやー惨敗、話になりませんな、惨敗っすわいや所詮パズル以外の運が邪道だからパズル勝ってる、邪道だから、確かに、うん、あれ一回もか、あれなんか違うのやりますパズルゲームじゃないやついや余裕でした、これ時間的に、あ確かに
じゃあシコリベンジ、シコリベンジ、リベンジしていいんですか。まあランダムでいいっすよねこれはもう。あ、なるほどね。逆にランダム、ね、神が俺に勝利を与えようとするんだろうな。なるほど、これによりね。はい、何やねんビヨンさん。いや変えたいと思って。あ、なるほどね。ブロックの種類のせいで負けてるなって思って。いや、シンプルズベストで、うん、あ、じゃあこのこれで、ランダムにして、さあ勝負っすわ。何が来るの。サバイバル、サバイボー、サバイバルって何でしたっけ。これ3つ押したら負けです。はい、よしよし。うわ、初手微妙やなこれ。だからこれはもうゆっくり、うん、ゆっくり積むですよ。もうこれ時を感じる。もうこれですね、勝利の方程式。勝利の方程式は時を積み、ここでいいのかな。ゆっくり、これ悪くない。とにかくゆっくり、ゆっくりっすわ。もうコントローラーを置くんすわ。眺めるんすよね。もう完全に。これはこうやって眺めて、これなんか眺めて楽しむ、そういうゲームっすよね。来たこれ。これ眺めて楽しむ。あ、なんか来た。クレイ。何？なんだこれ。ああ、まあ悪くない悪くない。これなんか爆弾か？むしろプラスまである。え？いや、よくわからんな。まあ皆さん助け合っていきましょうよ。蹴落としていくぜ。まあ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 。ここです。あ、いった。え、それ何？その形ちょっと想定しなかったわ。はい。ちょっと待つの飽きてきたのだんだん。いやー、ライフが追加されない。なんだなんだ。え？わかんない。これなんですか？なんですか？あ、やべ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 。事故ってる事故ってる。あ、やべやべやべ。ちょっと待って、どうしたらいいこれ。事故がひどい。事故がひどい。頼む頼む頼む。立て直していく。その早っ、その墓地なんなの。早っ、うん、あ、そういうこと。あ、確かにね、これね、落ちてくる。これなんだ。あー、固定ね。あー、ちょっと待って、うおっ。横にずらせられない。こういった回復しとこうか。はいはいはい、はい、取らなかんのそれ。え、これちょっと待って、これまずい、これまずい、非常にまずい。バランス崩しだしたね。非常にまずいですね、これは。あー、積み木倒し。あー、あら、これはまさか。はい。オレンジがなんかちょいちょいチート使うの何なの。いや、使ってねえわ。ちょいちょい裏技使うのやめてください。あれはもうマジで、あのランダムに配布されるアイテムの運がいいだけです。いやいやいや、チートだし、それ。それダメだから、それ。フォーゲーマー編集部の力。え、これあ、ランダムでやってくな、どんどん。これただのパズルですよ。え、どういうことですか。これは正統派ルールだよ、これ。あ、何個積み上げるかってやつでしょ。そうそうそう。はい、これやばいかな。いけた。これいける。あれ、あ、消えた。あ、これ無理なんだ。やっちゃった。これ引っ掛けれる。落ちた。来た。うわ、やべ、くっそ、うまい。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、これカジさん、やばいっすよ。やばいね。いや、これがね、いや、これは絶望的だ。これはね、もうね、やはりね、あの、私がちょっと才能ちょっと見せすぎた感が。あれ、これ終わった、もしかして。うわ、負けた。いやちょっとやっぱりね。じゃあ、まあ今日の収録がなかったことなかったことに。おい、どういうことや。終わりましょうか、ちょっと。いや、こういうことですよ、やはりね、うん。はい、というわけで今回ゲームなしでお届けします。めっちゃやったぞ。振り返りトークもいっぱいしたいですからね。おいおいおい。はい、さあ、以上プレイングフォーゲーマーでした。レディオフォーゲーマータップカッコ仮。10周年振り返りフォーゲーマー。さあ、ここからですね、チーオレさんにも居残ってもらいまして、
無印時代から数えて10周、なんでこのテンポの拍手なんですか。拍手がいつもこれなんですよ。なんかそれほど嬉しくもないけれども、その念のためやっとく。念のため。でも大事の拍手。なるほど。きっとね、ラジガミリスナーの方はむしろ振り返ってほしいと思っているんじゃないかなということで、これを機にちょっと振り返っていこうということで、はい、無印時代から数えて10周年を迎えました。ラジガミの歴史をあれこれ振り返ります。まず無印時代が、初めての公開録音が2011年1月にありましたとか、いろいろありまして、タップ時代の方に分かれてるんですけど、最初の3ヶ月はマッフィーとシマリン、原島あかりさんでした。はい、で、椅子に座ると床に足が届かない原島さん用に足置きが用意されていたと。あったな。あった。うん、あったね。ちっちゃかったからな。すごい、そうですよね。そして3ヶ月後、僕復帰します。で、初回がまさかのマーフィー不在、結果、ディーノさんとラブジェンガでラブラブしたと。これ俺見てないからそうだった。ありましたね。メーカーの方が生放送の緊張に耐えきれず無言でえずくという回もありました。ありましたね。よく覚えてる。僕もありましたね。ありました。なんか喋らないなと思ったら突然えずきましたってなってましたもんね。まさかの公開リバースが。まさか俺らの番組でそんな緊張する人間が出てくると思わなかった。いや、なんかちょっと嬉しかったですね。ね、逆にありがとうございます。そんなに気合入れてきてくれてんだって。こちらも頑張らないと。むしろみんなえずくくらい緊張しろよって思って。いやいやいや、それは人それぞれですよ。あ、それのことで言うと、緊張してないやつがいるんですよ。なにやっちまったの。やめろ。あの、チーオレさんがですね、こなれた感があったと。ういういしかった頃が懐かしいというスタッフさんからの声。いやいや、これずっと言ってるやん。もうずっと長浜の話してる。某スタッフさんがこう来てるんですよね。大先輩の長浜さん、長浜マンとか呼んじゃうあんた。そうですよ。その長浜っていう名前を出していいからこうね、長浜大先生だから。あ、長浜マンじゃねえの。あ、なるほどね。長浜マンって呼んでいいのは。これから先生って言ってる。いや、ちょっと待って5年目にして呼んでいいのは誰なんですか。長浜マンって呼んでいいのは杉田さんくらいなの。あ、でもその気はありますね。そう。いや、大変申し訳ないで。他の人が長浜マンって呼んだら失礼な。そうですね。じゃ、これから長浜大先生と。そう、大先生、呼ばせて。先生とこちらのニュースになります。いや、やりにくいでしょ。確かに、もはやいじりみたいになっちゃいます、ね。はい、というわけで、ここでちょっといっぱい、すごくない、表にまとめていただきまして、ね、いっぱいというか全部ですね、全部表にまとめていただきました。2010年の4月8日から始まって、10年経ってますということで、声優さんのゲストも結構やっぱいらっしゃるんですよ。うん、まあ、安本さんが一番最初のゲストだったんだなって思いますし、続けてきてくれたね。そうなんですよ。第5回でシコリンという名前が生まれ、ノーマーヒーローズ。本当だ。そう、あれ、こっちでしたっけ。確かにこっちだったと思うよ。ノーマーヒーローズ2じゃなくて、あ、そっか、安本さんがいるから。そうだ、このコントローラー。そういう使い方しないですよ。これでエネルギーを貯めるブレードだったの。そうでしたね。中井和也さんのキャラクターでしたね。で、うん、もうずっとやってる。これでものすごい勢いでした。そういうゲームだったんです。そういうゲームだからね、うん、それで力を貯めておりました私。いや、そもそもずっとお前のシコシコすごいな、お前のシコシコすごいな。そのせいなんですよね。僕がシコリンになったのは、うん、そのせいで。懐かしいですね、あれも。そう、はい、で、杉田さんも中村さんもゲストに来ていただきつつの、はい、ゲームで言うと、公開録音をバーチャロンホースやってるんですね。バーチャロンホース公開録音でやったっけ。結構もう記憶が9定かじゃない。2011年1月6日です。ロフトプラスワンでやった。ロフトプラスワンでまたイベントができる日が来てほしい。本当にまず本当に覚えてない。そもそも俺らロフトプラスワンでやったことある。オリジナルドリンクとか作ってたよ。オリジナルドリンク。あ、なんかかすかに、かすか、いや、なんか作ってもらってたんじゃなかったっけ。本当にやった気がしますね。マジでお客さん入ってたんですか。お客さん入れてましたよ。完売してました。そこの確認。この当時の僕らの戦闘力どうだったの。売れてた。本当ですか。いや、まあそうだね、10年もやってたら忘れるよそりゃ。そうですね、うん、まあさらに言えば2011年2月10日ギャルガン、お、ここに内田真彩ちゃん来てるんですよね。マレー、タソと寺本ゆきかさん、はい、岡村文子さん、山本のぞみさんもいたんだね。あ、内村さんも、はい、いらっしゃって、のぞひすもいらっしゃって、
この4人で来てくださって、うん、はあ、ギャルガンというですねギャルを撃っていく水鉄砲で千円あれ水いやあれいやなんか天使のなんかキューピッドの矢みたいな感じなんですけど撃つたびに行くのよ。天国かな。女たちが撃つために行くの。アーモンって。いやいや、そうだったって。そうだったってギャルゲーム。いやなんかじゃあなんでこの4人呼んじゃったんだろう。水鉄砲かなんかはゲームショーかなんかのブースかなんかで、ギャルガンのブースかなんかでその着てる女の子にこう水着にするみたいな。そう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 。あの風営法ギリギリみたいな。だった気がする、うん、危ないですね。なるほど、懐かしいなこのタイトルの数々よ。数々ありますね。中村さんを呼んだのが本当 UFC っていう何のゆかりもないタイトルで、ね、そうなんですね。もうそれマジで意味わからんかったな。これ違う時に呼べたらよかったのにってなんか反省会しましたもんね、うん、収録終わった後。第100回だからとかそういう感じじゃないですか。あ、そうですそうです、うん、ゲームなんか出てる作品取り扱えたらよかったんですねって確か話に。 なぜか突然プロレスゲームっていう。そうなんですよね、まあ、中村さんなんで面白くは絶対なるんですけど、うん、まあ何でもできるから。そうなんですよ、トークスキルがあるので、うん、あと、あ、忘れもしない2012年5月10日放送の梶竹ロケ、うん、来た。忘れもしない。そんなんやったっけ。いろんなスタッフさんが、うん、この収録の後体調不良を訴える。俺の注意を聞かずに台所で毒ガスを発生まさか封印してるとは思わず。そんな家ねえよ普通。ペットボトル絶対開けないでくださいって確か言ってたんですよ。水を流すなって俺は何度も注意したのよ。水を流すと硫化水素が発生する。発生しないんですよ普通は。そうなんよ、うちの場合は。うちの場合はあれほとんど声ダメみたいな感じで発酵してっから中にガス溜まって、ガス溜まりができてるんだ。いや忘れもしないですよ、行った時に何層にも分かれてるんですよ。ゴミゾーンとゴミゾーンとゴミゾーンの3層に分かれてる。どういうことなの。ゴミの歴史があったんですよ。でゴミの歴史があって、なんかゴミゾーンの一番上は確か最近食べたコンビニのゴミなんですよね。その後に懐かしいな。段ボールとかが置いてあって、これなんで置いてあるんですかって言ったら、やっぱ足が痛いから、うんうん、でそこにやっぱこう踏めるゾーンがあって、はいはい、でさらに下に行くとやっぱ謎のアイテム、フィギュアみたいなアイテムと、一番下にはBB 弾がいっぱい落ちてた。懐かしいな。BB 弾撃ってんすよね家の中で。いやあれね違うの、撃ってんじゃなくて、BB 弾って保管するときによくこぼすので、うん、それこぼした後にあーって思いながら放置する。それいやその時なんか土に帰るって言ったんですよ、うん、BB 弾土に帰るからって。バイオ BB 弾だな。バイオ BB 弾だな。あ、なるほどね。そのうち噴火する。だとしても帰んないよ家の中では。懐かしい。忘れもしないですよ。なんか、コレクションがお風呂場に置いてあるんですよ。そう、ああ、それはね、僕各所で見たことあります。あります。はい、当時俺が使ってたホールの数々がピラミッド状に積まれてた。一番びっくりしたのオーガっていう。それあれじゃなかったっけ？タイヤと同じ材質の。タイヤと同じ材質で鬼って書いてオーガ。もうメーカー側も使う想定で作ってない。オーガで行けたらもう一個プレゼントって言ったんですよ。そのオーガを頑張って使おうとして俺は未だに一日に傷が残ってる。オーガで怪我したところがほくろになって。いや怖いよ、もうそれ血ぼくろじゃん、完全に血ぼくろですよ。でも俺はこれ勲章だと思って。男のですか。オーガにひるまずに立ち向かって行ったってところを。オーガの返り血をね、マジであれを触ってこれよし挑戦してみようって思うやついねえから本当に。指一本入らない、指一本入らない。マジで、うん、マジで指が傷つくんですよ、ね、硬さで言ったらこのアナログスティックのゴムくらい。やばか、痛いって。もう本当にだから早すぎたんですよね、会社さんが。今のこの YouTube の時代だったらむしろ神として崇められて、いや、バンされるわ。なんと上がってねえだろ。言っちゃったよ。あったね、そんなことも。その後はテリワンが、テリワンめっちゃやってます ね、 ね、やりましたね。テリワンあって、あ、タイムトラベラーズめっちゃ面白かった。おーおーおー、石井二郎さんのやつですかね、これね。あ、それこそ弾丸論破も来てますね。あ、弾丸論破は結構そのテロサワさんが来てくれてんだよ、ね。うん、ありがとうございます、うん、いや本当にモノクマが可愛いのにエグいっていうのが確かに面白かったな。
まああとは安倍さんがゲストに来てるな2013年はポカポンゲームで来てるんですね。これはなんかあれだろ、あのボタンを押して叩き合うやつだったよな。あ、そうそうそう、うん、あこれ思い出した、なんかマンゴーをもらったんじゃないですか、そこでもうなんか完熟マンゴー確か感じるマンゴーだ。違う、そんなことないです。そんなタイトルでしょ。全く違います。トロトロマンゴーって言ってました。あ、そう、トロトロマンゴーだとしてもなんかあれだな。私こうして見るとプレステ3とかのタイトルが2013年多い。あ、ほんとだ、プレステ3の時代だったから。うわ、時代を感じる、うん、あ、なんかもう PS ムーブとか見るとほんと、うん、う、頭がってなってきますね僕。そうね、やってしまったっていう。確か PS ムーブの時にキネクトって、はい、言いました。叫んでたよ、このキネクト面白いですね。マジでもうこの業界の人間がしちゃいけないミスのトップ1ぐらいのミスをやらかしてやらかしましたね、うん、神業じゃん。神業しました、うん。2014年12月25日に最終回してるんですね。そうなんだよね。これでシコリンが確かなんか別の番組やるから俺はちょっとドローンしますわみたいな感じ。いや違う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 、え、そうでしたっけ。違う。アナログゲームを教えてあげるでしたっけ。それはやりました、ね、やりましたよね、うん、つなぎでね、つなぎでやらさせていただきました。ありがとうございます。え、何でしたっけその略称。え、言っていいですか。なんかありましたよね、あのあれもうちょいまともなのなかったっけ。まあ上げ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 、そう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 。でここからタップに、2015年1月9日タップになり、そんなに移行するまでそんな期間なかったんですね。そうね、ここからオレッチさんが来るんですね。そうですね。ここからもうスマホに完全にシフトしたわけだ、うん、いやそういう時代に、ね、2014年を最後にスマホにシフトしてる。すごいな、そう考えると。すごい、あ、テラバトル、テラバトルで安本さん来てる。歴史を感じるな。いやーすげーなー。これしばらく、はい、そのハラミンがいてさ、うん、そうですね、ハラシマちゃん7回、え、もう4月3日で卒業だった。え、なんか当初確か僕が聞いてたのは、なんか1ヶ月ぐらいだか3ヶ月だかでこう、パートナーというか梶田さんの相手をこう変えていくみたいな、でしたっけ。ああ、あ、そうそうそう、みたいな最初話があって、でも思った以上にシマリンがハマっちゃって、で3ヶ月まで行ってみたいな感じだったような気がします。いいことですね。そう、おかわりしてたんだよ。そういうことですね、おかわりしました、ね、そうそうそう、そっか。あー、そうだったな。結局ほぼほぼ会わず、うん、あ、そうなんですね。シマリンとは、そうなんですよ。だよね、かぶってないもんね。確かに。あ、マフィーの不在が台湾取材。そう、台湾取材行ってたこの頃。なるほどな、あったな台湾取材。でここから僕がその2014年4月7日から僕復帰しまして、うん、で2010、あ、ゲームショー、うん、解説プロレスしたりとか、だね、ダイスブレイカー、ダイスブレイカーありましたね。きた、クソゲー。クソゲーじゃないですって。クソゲーきた、これ、クソゲー、これは本当にゲームデザインを考える人って天才なんだなっていうのを思い知りましたね。いや、家でずっとそれこそあのエクセル使ってもうにらめっこでしたね、うんうん、頑張って作ってたよね。はい、で、ファンの皆様というかリスナーの皆様に絵を送ってもらったりして、うん、その絵を、ダイスブレイカーに使わさせてもらったりもしました。ヤリマンっていうクリーチャーいたよね。いない、いますよ。あ、ヤリマンですね、ヤリマン、ヤリの人、ヤリマン、ヤリマン、ヤリ、ヤリマン、ヤリマン、僕もびっくりしたんですよ、そのイントネーションで来るんだみたいな。いや、でもその名前の付け方がもう罪ですよ。ギルティですよ。ヤリマンはもう罪ですよ。気づかないことってあるんですよね。気づけよ。いや本当に気づかないことが多すぎて、うん、最近も気づかないことがいっぱいありました。いや気づけよ。もういいよ、その話題はもういいよ、うん、いや、そっちじゃない、それじゃない、全然違う、間違った。で、次が、あ、これは忘れちゃならない、うちの子たち、2016年8月16日、うん、スクールオブセーバーズに来てくれたのがホリエルとキトーちゃん。これね、覚えてないんだよね。え、どんな話した？
これ言っていいのかな紀藤ちゃんの名前をいじってました。それマジで覚えてないんだ。本当にそれ俺やったあのね、うん、多分カイさんがみんな覚えてると思いますよ。マジやられるんじゃ、そういじられちゃうんじゃないかなって、うん、事務所内でも話題にはなったんですよ。いや話題な、うん、あの出陣してもらう前になったんですけど、うん、まあ、本人もまあ心よく了承してくださり、うん、事務所的にもまあそこら辺はまあ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 みたいな感じで。いやこれ多分ね誰かの指示だと思う。え何台本に書いてあったんだ。台本に書いてあったんだ。なるほど。なんかじゃなかったら俺そんな意地しないよ。長浜さんが書いたんですか。長浜さん書いてないわって言ってます。長浜大先生か大先生書いてないとおっしゃいます、うん、でホリエルのことは覚えてますか。ホリエルのことは覚えてる。なんかホリエルは別の機会に来てるでしょ。いや多分これだけな気がする。これだけじゃないですか、うん、でその時なんか僕が思ってるのはずっとホリエルかわいいかわいいって言ってうもうお尻ばっか見てた、はい、なんか裏でこうお尻触ってばっか触ってましたね。その時に紀藤ちゃんいた。いましたいましただからそのあのホリエルが輝きすぎてたのかもしれないですね。マッフィンの中でかもね。可愛すぎたのかもしれない。ホリエルのお尻に夢中で。そうなんですよ。もうそれ以外のことを覚えてなかったのかもしれない。でも今やもう紀藤ちゃんも飛ぶ鳥を落とす勢いで。そうね。もう鬼滅からのこの昇竜ムーブ。別のところでも仕事一緒にやってると思うんだけど、マジでラジカメで絡んだ記憶がなかったってさ。あと本人も結構クールビューティーな感じなんで。クールビューティー、ね。あんまりその。自分からトークを展開していくっていうよりは受けの人なんで、うんうん、それもあるかもしれないですね。いやでもホリエルも今やもう僕もツイッターが面白くてずっと見てます。ツイッターめっちゃ面白いですね。めっちゃ面白いんですよ。なんかこの前誕生日でしたもんね。あそうっすね。誕生日の時にもう何でしたっけ、あれ十何歳になりましたみたいな。はい、なんかあのつぶやきしてましたね。すごいでしたね、うん、なんかホリエさんちのご飯っていうのが企画化されてるみたいな。あそれ分かんないな。自粛期間中にご飯をなんか作るんですけど、そのご飯がなんかもうご飯じゃねえみたいななんかちゃんと食べてってみんなに言われてる。ホリエルはわかんないですけど独特の世界観がもう構築されてるんですよね。いや本当そう。彼の中であの絵しりとりぜひやってほしい。いや難しい。まるでわからない何を描いてるの。黒い塊しか見えなくて、うん、これ何描いたのって聞いたらカラスですって言ってカラスの部分をこうなんか拡大したのかなみたいな。そういう世界観の人か。そうですね。結構独特、ね、独特です。でも言われたら気づいちゃうのがちょっと悔しいですね、うん、あホリエルの中ではこれを描いたんだろうなって分かるはするんですけど、普通は分かんないですね言われないと。世界の見え方がちょっと違う人ね、うん、そうなんですよ。羨ましいよね。あのそれこそラジオとかで跳ねるタイプ、イベントで跳ねるタイプだと思いますね、はい、で続きて、あとね、あの新春バドミントン大会っていうのをね八代くんとやってるんだよ。ああやりましたね。これもずいぶん最近だからもう結構覚えてる、ね、もうでもコートがない状態だったんですよね。やったね。疲れたなあれ。あれ疲れましたね。そうですね。革ジャンでバドミントンやらせるの意味わからん。上にも上がんないですかね。脱ぎなよ。だとしたら脱ぎなよ。いやそれこそ。そこが心意気だよ。ハンデだよハンデ、うん。普通にやったら階級差で俺勝っちゃうから。いや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 。ヘビー級とフェザー級じゃ勝負にならんだ。もう確かに。まあそれは勝負にならないです。いやでもなんかどっかで体育館借り切ってやりたいですけど ねちゃんとしたやつね。個人的にはそれこそまだ体育館が使えるかどうかちょっとよくわかんないんですけどね、うんうんうん、これから使えてきたらぜひどこかでやりたいですね。そうっすね。もうこれ以降は割と最近だからそんなに触れなくてもいいけどみんなもそんな忘れてないと思うこれ。まあまあ第100回があってとか、うん、第100回この10月2018年10月9日はかなり豪華だったんじゃないですか。豪華でしたねこれは。中村さんと江口くん。中村さんと江口くんだからおそらく現状、YouTube に上がってる中で一番見られてる、あそうなんですか。いいな気がしますねこれが。すごいさすがですね中村さんと江口くん。なんで俺2人同時に呼んだんだっけ。お分かんない。100回だから同時に呼んだ。そうとにかく豪華にしようって。確かにだから毎回100回みたいな感じなのがわしゃがなってですよね。そうなのかな。これ100回こんなに豪華するんだったら10周年もっと豪華にしてもよかったですよ。100回目っていう10周年でもこれかららしいですよ。今からちょっとそう、あ僕もその、まあ、手術しますし、うん、っていうのでいろいろ落ち着いたら何かやりましょうよみたいな。なるほどね。何やりたいですかむしろ。確かに。でもいっぱい言ってますよね。公開録音とは言ってたんですけどちょっとまだ分からそれが分からないんで収束してますね。分かんないかな今はちょっと。だから何か
収束してからって感じですかね。日本全国ダーツの旅やってみます。あれ相当大変そうですけどあれミスった時ってどうするんですかね。いや分かんない。もし海のところに落ちたら海のとこ行くんですか。やり直しだろ。海なんか行けるか。でも無理やり島探すんじゃないですか。マジ。それ外しちゃったりしたとか。一番近い島を探すそうですね。確かに。まあそれはそれで面白そうだけど。絶対やんないけどね。そこはやりましょうって言えよ。やりましょう。無理でしょうよ。フォーゲーマーで僕は全責任持ちます。だとしたら翌週から僕いないです。こんなとこか。そうですね。こんなとこですかね。あとはもう割と最近になってきますかね。うん、いや本当というわけで振り返りをさせていただきました。ありがとうございました。レディオフォーゲーマータップカッコカリ。この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイトフォーゲーマー .net の提供でお送りいたしました。お送りしてまいりましたレディオ4ゲーマータップカッコカリエンディングの時間です。でここでちょっとお知らせなんですけども、うん、マフィア何かありますか。中村雄一さんと YouTube チャンネル、はい、わしゃがな TV をやっております。こちらまあ調子よくみんなに見ていただいてるんですけれども、まあ、このご時世やることゲームくらいしかないんで、うん、バリッバリゲームで遊んでます。なんで皆さんね、一人でお家で寂しいとかそういう時に見ていただければきっと友達と一緒に遊んでるような気分になれるかと思います。うん、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、千織さんはないです力強いですね。力強い。でも強いて言うのであればあのわしゃがな TV に関しては、はい、あの弊社もかかっておりますので、まあ、そうですね、はい、あのぜひですねこちらあのマフィア梶田さんそして中野井さん、まあ、大川僕さんもかかっておりますので皆さんぜひご視聴いただければなと思います。はい、はいはい、ぜひわしゃがな TV ゲスト呼んでください。お願いします。マジで来る、うん、落ち着いたらそうですね喉落ち着いたらぜひちょっと、うんうん、その手術生中継とかしてダメ。いやダメダメ。いや僕が事務所に所属しなかったら考えてました、ね、いや身をそのなんていうの売りすぎだよそのプライベート切れそうで。 YouTube だとそういうアカデミックな動画見られるんだよね。そうですね。本来ならあの術後どういう感じかっていうのも体験、うん、追体験じゃないですけど文字にしたいんですけどやっぱり文字もあんま最初はあんま読まない方がいいというふうに、うん、なんか声帯が動くらしいんですよね、まあ、まあ動いちゃうとダメということで、まあ、ちょっと3日間ぐらいはちょっととりあえず安静にしましょうということで、まあ、安静になってきたらまたブログでも報告したりとか告知とかできたらと思いますし、あと、僕は声優 YouTube さんの方でさとみくんとのコラボの動画がまだ多分この時期上がってるか分かんないですけど上がる予定もあります。あとさとみくんに言われた、住民ガチャもちょっとやらさせてもらいました、はい、そうですね、それ編集ぐらいだったらできるので編集しながらちょっとまた皆さんのところにお会いできることを楽しみにしております、よろしくお願いします。さあ番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で4gamer@joqr.net 4gamer@joqr.net 数字の4 gamer@joqr.net です。はい、採用された方には1500円分の iTunes カードまたは Google プレイギフトカードをプレゼントいたします。ご希望の方おところお名前希望するプレゼントを忘れずに番組ツイッターもアクセスしてください。ツイッターアカウントは@ラジガメです。番組の裏話の盛りだくさんで掲載中のマフィアカチャの二次元画面もよろしくお願いします。そして 4gamer.net では LINE の公式アカウントも公開中。 LINELINELIVE のフォーゲーマー公式チャンネルともどもよろしくお願いします。また YouTube のフォーゲーマー SP チャンネルでは後日この番組のアーカイブが配信されます。ぜひご登録よろしくお願いします。さて次回の生放送は6月16日火曜日の予定です。それではお時間ですかね。レディオフォーゲーマータップカーコカリお相手は岡本信彦とマフィア梶田でした。俺ちょいだよ。バイバイ。